こね。あ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、人気だね、ほら。しんくん。うまかった。美味しかった？美味しかった。私も美味しかった。マジで来てよかった。なんかちょっとさっきのあの心霊のあのフラストレーションがなんか今このラーメンで吹き飛んだね。本当に美味しかったの、うん、でプラスニンニク効きまくって、うん、うん、ちょっと力出た。そうだね、うん、なんだろう、また行きたいなって思う。あ、そうね、うん、ぬるくなかったし、スープなんか上品系、うん、上品、ガツンと上品みたいな。そうだね、なんかこう例えの難しいんだけど、うん、で、あの調節は多分あのニンニクでできるから、うん、まあ本当にあのあっさりでもいいし、うん、あれをニンニクを多分5杯ぐらい入れる人も多分いると思うし、うん、そこは多分選べると思う。え、でもそんなに入れすぎちゃうと、うん、なんかスープがさ、めっちゃ上品系じゃん、うん、まあそうだよな、ガツンだけど上品のさ、ニンニクであれになっちゃうから、なしでも、あえてなしでも、私あのニンニク大好きなんだけど、うん、あえてなしでも、うん、ちょうどよかったね。まゆちゃんの好きなラーメン屋どこか。うん、私の好きなラーメン屋、好きなラーメン屋、なんかさ、私の作るラーメンうまいんだけど、私の作るラーメン、あのマジで うまいよ。あのこの前さ、エンディさんとかひどんなさんにも提供したけど、私の醤油ラーメン、あのうまいよ、結構上品な感じで。私のラーメンかな。で、隠し味が油を、 あのみんな肝がると思うけど、サラダ油を入れるんだよ。サラダ油、ごま油って思ったっしょ。サラダ油なんだよね、決め手でもある。これちょっとさ、うん、あ、それ私の、あ、はいはい、ちょっとさ、はい、タバコ吸おうか。あ、そうですね、うん、で、カシン君、はいはい、じゃあレビューしよう、 ラーメンの。あ、そうね、ちょっとこれ一回シートベルトしてもらって。あ、ちょっと待ってごめんなさい、ちょっとパーキングなんでね、うん、シートベルトしてちょっと一回前出してもらう、うん、5個ありがとう。あー、 M ちゃん、ラーメン代に何もない。あー、ありがとうありがとうありがとう、なります。あ、新宿のナギうまいね。うまいうまいうまいけど、ちょっともう31だからだんだんしんどくなってきた。新宿のナギはちょっとね、うまいんだけど、あ、ね、ね、年齢を重ねるうちにちょっとね、限界を感じる。だから前までこってり好きだったんだけど、うん、醤油とかが好き。そう、淡麗醤油美味しかったんだから。ね、うん、どっちかって言ったらあれだね、多分女性の方が、うん、多分好きな方いっぱいいると思う。あ、そうだね、うん、女性受け、男の人はこう、こってりが好きじゃん、うん。あ、泉ちゃんありがとう。そうだね、そう、多分女性の方が多分、ね、うん、気楽にね、来れるね、やっぱ今流行りって感じだと思うよ、僕味的にもね。あとね、お客さんが若い子多かった。いや、ほんとそう、うん、あの何、カップルの子たちもいたし、あと女性の女の子もいたし、なんかほとんど20代前半のカップル系だったね。そう、うん、そうだね、うん、カップルな、うん。まあ、でもあれさ、うん、カップルで行ったら、うん、なんかいいよね、あそこ。いや、いいと思う。うんうん、さ、うん、ね、今日はね、いや、うちらさ、うん、お腹減ってなかったじゃん。だってさっき僕食べてもらって、私も食べたじゃん、うん、あれ、お腹ペコペコだったら大盛りだね。そうだね、うん、それでも結構多かったんだけどさ、うん、だって僕らだってインターバルだって4時間くらいじゃない。4時間、5時間、5時間くらいじゃない、さっき10時、今ね、30分だから今ね、うん、7時間ぐらい。そうだよね、うん、それぐらいだから、うん、よく食べれたなって感じなんだけど、美味しかったから、スープまでペロリンチョ。そう、ここら辺って田舎だから、
田舎だよね、ここ高尾駅って。まあ割とね、あんまり言いたくないけど、まあ割とね、そっち寄りかなっていうところなんだけど。だから人気なんだろうね。うん、そう。いや、神殿はもうね、また機会に。そう。だからなんか取れ高ないかなって思ってここに来たの。なんか取れ高と取らないとね、出かけたらね。いや、さすがっすね。そう、うん、あ、いいっすか、行って。うん、大丈夫だよ。はいはい。いや、うまかった。いや、ごちそうさまでした。いやいや、死んでね、ね、うちらのね、懐中電灯がちょっとダメだった。自販機うどん、あ、なんかさ、うん、どこだっけ、あの自販機の食べ物、あれ私行ってみたかったんだ。なんだっけそれ。あ、でもここ車ないといけないなって思ってたの。もうカシン君いるじゃん。うん、そうだよね。いろんなところ行けるよ、そんな自販機食堂、うん、菅原あ、ゼロワンやってたんだ。あ、レトロ自販機、そう、相模原。あ、いいね。あれ、相模原って近い？あの、全然行ける距離やね。で、東京？あれ、東京っすよね、皆さん。違います？神奈川かな？神奈川か。そうだね、神奈川。で、ここ神奈川？そんで。まあ、割と行ける方かなっていうところだね、この辺はね。で、今度行ってみよう、菅原。いいっすね。うん、そう、行ってみたいって思ったところがさ、うんうん、いつも車なわけ。なるほど。そうそう、相模原、そう。そうだった、そうだね。それはもう、ジャーマネはもうね、僕、あれだからさ、全然配信でね、いいじゃないですか。相模原って、うちからどんぐらい？ね、頑張れば1時間ちょいだけど、ま、その日によるかな。あ、渋滞とかね。そうだね。まあ多く見て1時間半ってところかな。じゃあ、あそこ行って帰るか。伝説の、一応ルート的にはそっちに しましたよ、うん、伝説の宗教のマンション。なるほど、うん、そこを見学して、うん、今日解散。オッケーオッケーオッケー。伝説のタイトル変えるか。いやー、ほんとまいさん、ほんとごちそうさまですね。いやいや、ありがとうございます、ほんとに。こちらこそ。いやいやいや、やっぱギブアンドテイクね、やっぱ持ちつ持たれつつというところで、うん、そうだよ、まあ、そういうもんでいいっすよね、うん、私も感謝してるから。いやいや、だからそのね、究極というか、やっぱその欲が出るから、やっぱ人間って、だからその欲を、ね、抑えれば、そう成り立つんだよ、関係が。僕思うんだよ。ね、どうしたの急に。あ、ちょっと語りたくなっちゃっただけ、なんか今日語るよね、すごい。どうしたの。病んでね、多分。病んでるんで、いろいろと。なんか今日、カシン君、異様に喋るなと思った。あ、そう、多分嬉しいんだよ。興奮してるんだよ。うん、いい、よくも悪くもね。ギブアンドテイクは大事だよ。大事だと思うね。美味しかったしね、ラーメン。いや、まあ、もちろんラーメンもそうやし、やっぱ手料理もそうやし、幸せな一日やんじゃん。そう。こっから何分？でもこれぐらいかな、1時間ちょい。ああね。うん。行きはじゃあ混んでたんだ。そうだね、うん、ちょっと待ってね、ニンニクパワーでね、ちょっと本気モード出しますんでね、安全運転ね。あ、そっか、つい最近までさ、毎日一緒にいたもんね。
で、いつか会ってないもんね。そうだね、うん、僕スケジュールにまゆさんってなかった、うん、そう5日間ね喋りたかったんだ、かしんくんおしゃべり。まあそれで丸いって言ったらまた違うんじゃない。大阪はもう日付変わったらもう明日日付変わって明日になります。いや嬉しいっすよね、リスナーさんね、こんなね孤独なね37歳、ね今年37、うう最高だ。もうすぐ。あそこね、また行きたいな。いや、いいね。ただ、屋台、外で食べるラーメンうまいね。いいよ。うん、なんか外で食べたが余計うまかったんかな。もちろんね、まあ、家の中とかでもね、そんなうまいさん食べてると思うんだけど、うん、やっぱいいね、ああやってね、アクティブに。外いいね。うん、でも、あそこが一番屋台だと有名なんかね。なんとかレジェンズから撮ったチャッ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 チャーン、シンチャッチャッチャッチャーン、シンチャッチャッチャッチャーン、シンチャッチャッチャッチャーン。いやでも美味しいね、うん、やっぱ、ね、人と一緒にみんなで食べるご飯は美味しいでございます。あのさ、突っ込んでくんね、なんかその何もないっていうのはさ、まあいいよいいよ、うん、しゅんやっちゃんだっけな。そう、しゅんやっちゃん、めん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 、あ、みゆちゃんの方がうまいじゃん、めん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 って。なに、ちゃん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 、めんめん、ちゃんちゃんちゃ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 んちゃん、ちゃんちゃんちゃん。それ、かしんくんの、あの、フュージョンじゃん。フュージョン、ファかしんくんがやるとき、ちょちょんちょんちょんなんでしょ。チュン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 。いいじゃん、そんなこと別にさ、飲んで、いいんだよ、チュン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 、いいんだよ、チュンチュンって。中村くんのお土産の、あー、そうだね、そうだそうだ、もらったんだ、中村くん。完成度がちょっと低いよね、分かってますよ、それは。え、完成度が低いから、僕のこの速攻のね、歌はね。うん、まあ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 、そんなのね、この無茶ぶりに対応してるこのわし、うん、まあね、そうだよ、逆に僕が振ったらじゃあできるのかって話なんだけど、できねえんだよ、どうせさ、うん、できねえんだろ、どうせって。やめてんの。できるわけないじゃん。じゃあ今日のラーメンの感想は、まあ、できないけど、ほら、みんな何なんかにされてんの。ほら今日のラーメンの感想は、待ってんじゃないですか。
持ってないよ誰も。あ、そうっすか。なんで僕にやらせんのって、ね、見せてくださいよラーメン。ちょちょちょ、何やってんの。最近家臣調子こいてる。え、こいてないっす。家臣くんはなんか急にねスイッチ入るんだよ。あ、僕はあの何気分性障害だから、うん、その気分に応じて暗くなったりとか感情がガーッて上がったりとか。それ躁鬱じゃん。あ、治った。びっくりした。ごめん、落ちちゃった。いや、最近落ちるんだよね。最近感想うまかったらファンタ投げます。だってじゃあマネージャーお願いします。マネージャーの腕どころ。やっぱねさ、あの TikTok 映え今のね、あの筋肉もあれもパフォーマンスだからね、おそらくあれの店長ね、うん、あの方のね作ったラーメン、いや、いい意味でマジでエネルギッシュになる。最高にうまい、美味しかった。ありがとう、家臣君。おう。どうでした？美味しかったっす。じゃあ私の感想は、うん、まあ麺がシコシコシュッシュしてて細くて硬くて喉奥にガツンときた。で、スープは淡麗の醤油なんだけど魚介風味とあっさりに見せかけてこってり、こってりと見せかけてあっさりで脳裏に焼き付く感じ。また食べた。あー最高、来たー、ファンタ来た。ありがとうございます。うわー、 M サスありがとうございます。ファンタ来たー。え、4863なの。オーマイガー、オーマイガー。あ、チャーシュー美味しかったね。私チャーシュー、ね、嫌いなんだけど。柔らかかったよ。柔らかくて、うん、あのパサパサしてないタイプの、美味しかった。全部食べちゃった、うん、全部美味しかった。美味しい、うん、ファンタ、ありがとうございます。なんだろう、あの魚介の味したよね。したよ、うん、なんか混合してんじゃない。いろんなね、もういい意味で、うん、あのやっぱりああやって多分ね全部見せているけど、結局多分ね秘伝のねタレだと思うんだよ、うん、僕やっぱ当たり前ラーメンってやっぱスープやん、うん、あれをスープ多分めっちゃ多分仕込んでると思うね、うんうん、めっちゃ朝早くから、うん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 、多分ねそこはね多分めっちゃだと思う、ね、え、ちょっと待って、私何気…あ、違うか、私チャーシュー嫌いなの。パサパサしてる、基本ラーメン屋さんのチャーシューいつも残してた。あのね、僕はね、あのリスナーさんを、あの本当にまゆさんのリスナーさん、僕はまゆさんもそうですし裏切りません。あのこれあの男芸ちゃいます。うん。うん。あ、言われるんだよ。まゆは男芸ばっかりみたいな。これ男芸ちゃいます。そのイメージを、あと残り今年1年で変えます。あ、私が男芸、うん。でもさ、私男芸してないけどね、マジで。男芸っていうのは、うん、なんかこうホテル行ってやるかやらないかとかそういうのじゃない。ああ、まあ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 、だから男性配信者と絡むけど、うん、してないもんね。ちゃんとなんか見えるところにちゃんと帰りますよね、うん、ちゃんときっちりね。そう、うん、安心安全なね、安心ね場所でっていうところは。そう、まあそれも僕もあのチェックしててそうだったですけど。そう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 、あのあれでしょ、3杯目ヒカルさんの。あ、そうですね、3杯目ヒカルさんだったりとか。ちゃんとまっすぐ帰ったしね。うんうん、してないんだよ私、うん、こう見えて。ロピアのチャーシュ ー、なんか生っぽいチャーシュー、ピンクのね。いや、あれは生だったね。ちょい生、あ、うん、好みしか、いや、チッ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 チ、私あの好みとかないから、正直ないから。好みしか動かないじゃなくて、
閲覧でしか動かないが一番正解かもしれないけど、チチチチチチチ、3番目ヒカルさんね、ヒカルさん、そうだね、結構湧いたよヒカルさんも。あー、うん、韓国ね、うん、ツイキャス1000と私の1000で、うん、そね、2000人でさ、いや、お隣もテテさんとすごかったですよね。あ、テテさんはあれすごい、うん、閲覧モンスターだよね。あの、あと天然さん、うん、そうだ、もちろん中村さんもそうやし、うんうん、そっか、25日ヒカルさんいるんだ。そうだそうだ、そういえばそうでした、うん、大阪あさってだね、あさってあさって行ってきますよ。そう、相手目は困れば、まあ、コメントはたまにするけどさ、それは男芸とかじゃないでしょ。でもなんかその新しいね、風景というかね、うん、なんかその、まあいいコンビだなっていう風に言われればいいっすよね。うん、僕は、僕は本当思ってますよ、僕は。うん、僕は思ってますよ。うん。うん、別に、ま、ね、ジャーマネだけど、うんうん、で最終的に、ああ、カシンくんってなんか、面白かったなみたいな。あ、うん、あの時良かったな。あ、あの時こうだったなみたいな感じでね、いつしか言ってくれればいいっすよ。僕はね、まあ、もちろんそれはまゆさんにもね、まゆさんのリスナーにもね、閲覧置いとかでコメント見る。そうだね、で今日見ないもん配信で、あ、なんかここ閲覧めっちゃ多いなって見る感じかな。バッドガールの時、え、あの、ないあれじゃダメなの、スニーカーじゃ足見る、足あれびっくりしたわ、バドガール、あれ自信持って、分かった、自信持って、分かった、うん、みんなメロメロだよ、分かった。僕、不意にで見たら、え、見てん、ナナちゃんの福島、あ、見てないけどふわっち監視で見たら、なんかすごい、セイジがマユとやったって騒いでる。セイジさんが言ってんの、それセイさんが言ってんのかな。としてもリスナーさん怒んないのすごいね。何、うん、ニヤついてんの？何をニヤついてんの？ニヤついてないです。ああ、マユさんと仲いいもんね。僕マユさん、そうですね、初めてふわっちで突させてもらったって感じですね、うん。よく枠にも来ていただいたりとか、うん、そうですね、結構いろいろお世話になりましたね。はい、え？マユとセイちゃん付き合ってたの？嘘でしょ？セイジがマンスリーマンション借りれた頃って、マンスリーマンションって六本木の、それさ、六本木に住んでたよね一時。あれマンスリーだったっけ、住んでたよねね。僕でも、お、あの、何、大阪のしか僕はイメージないですね。あ、そうなんですか、まゆさん、サメちゃんか、あ、そんな前か、それはいつだっけな。あ、そうなんだ、知らなかった。僕な、今思うとな、まゆさんそうだよな、僕ね、一緒にご飯行こうみたいな感じになったんですよ、新宿から、うんうんうん、で僕その時ボクシングやってたんで、うん、いやもうちょっと今日練習あるんでって1時間で帰っちゃったんですよね、うんうんうん、いやもう あれっきり多分東京来てないっすね。
福園芸やってたってガチじゃん。福園芸ってやっぱこう相当お互いあの 愛し合ってないともう叩かれる覚悟で復縁するわけだから、リスナーさんに反対されてもそれやってるってことはもうガチガチのガチじゃん。ああそうなんだ。ねえ知らなかったです私。あのね、せいじさん追ってなかったというか、私配信やる前はさ金ちゃんしか見たことなかったからジュラオンのことすらも知らなかったしね。元リナネコリスナー、リナネコちゃんね、なんか大変みたいだよリナネコちゃん。あ、そうなんですか、うん、だからその税金問題で大変でなんか病んじゃって、はいはいはい、まあ、配信もなんかそんな してないんでしょ、まあ、天然さんが言ってたそれ。リナコちゃん大変だって。私ブロックしてるからさ、し合ってるからさ、あ、そう、あ、なんか言ってましたね、なんかで、ね、配信、うん、あ、毎日やってんの。あ、そう田中幸喜とも一時やってたよね、ふわちに田中幸喜。あ、そうなんだ。なんか病んでるって聞いたけど、じゃあそうじゃないの。病むよな。うん？病みますよね。なんかね、この時期なんかあれだね、病んでるね。あ、普通にやってるんだ。全然しなかった。でもそうなんですけど、この帰る時が一番悲しいというね。あ、もう解散するって。そう、だけどあと7分で、うん、ね、あの2日連続いたってことになるからね、日付的には。うん、うん、僕結構これ大事にしてるんですよ。12時過ぎまでカウントするというね。いや、でも12時1分までね。知らんかったのに。なんで、いや、なんかね、1回見たんだよ、おすすめに出てきて、ゼロワンが。その1回見ただけ。知ってる。今日はいい一日だったね、カシン君。最高だね。こちらはね、ペヤング食べてて、え、なこの人何個ペヤング食べんだろうって。ペヤング食べたその日に DM したんだよ。そこ、あ、そうなの。そうそうそう、行動力がすごいんだよ、ゼロワンって。行動力、配信でもそうじゃん。行動力ほんとすごいよね。多分遠くに住んでてても DM したら速攻飛んでくると思う。あ、でも今はどうだろうな。今はまあ違うと思うけど、いや、どうだろう、分からん。前、私行動力ないよ。私が行動力あんのは韓国にいる時、ナイスやってる時だけ。だね。私行動力すごいかな。いや、僕はでも韓国ね、一人でね、何回か行ってるっていう風にチェックして、うん、いや、なかなか一人じゃ行けないなっていうのはありますけどね。まあ一人で行くことがすごいのか。そもそもが、そもそも、ね、そもそも、うん、なるほどね。ただ今はでも僕がいるから。ん？僕がいるから。DM なんて簡単じゃん、パッて送れるじゃん。いや、来月ちょっと外で行くかもしんない、配信外で。分かんない、それはまだ未定。うん、でもね、もうね、
次どこやるんですか。お腹でも中。いやそれそれちょっと待てばちょっと。誰と一人だよ一人。一人ぼっち。まあ、でもそれはわかんない。まあ、でもあ面白かったですね。そんなことでなんだかんだ配信つけるかもしれないし。怪しいマンション、オウム真理教ってなくなったんだけど、名前を変えてまだ活動してるんですよ。オウム真理教の朝原祥子。まあまあ祥子はもうあれですけどね、祥子を崇めて、その活動してる本拠地に、うん、まあ、前回行ったことあったんだけど、そしたら。おじさんにちょっと追いかけられて、チャリーちゃんと行ったんだよね、チャリーちゃんと。もう一回行ってみようかなって。そう、大丈夫だよね。わ、僕たち、まあ、僕は大丈夫だけど、マエさんに手出そうとしたやつがいたら、僕ちゃんと守るわ、うん。あ、守ってね。守る守る。前回女の子2人だったから、キャリーちゃんもう半泣きしちゃってさ。守るわ。ポアって何？ポアってなんだろう。てかさ、うん、もうめっちゃお腹がすごいことなってんだけど。え？お腹のこの膨張率、膨張率すごいんだけど、これ。いやー、だって1日1食だもんね。そう、私最近1日3食だからさ、これさ、うん、いや嬉しいことなんですけどね。このまま太るよ多分。いやー、まあ、今太りたい。すっごっ。そう、今向かってます。え、近く行ったら分かります？分かるよ。あ、OKOKOK、うん。え、私の住所にしてる、うん、あれだよ、あれ、あの、最寄り駅に向かえばいい感じ。なるほどね、うん。ポアイコール死ぬ。ないときは1日1食でいいらしいね。あと30分で着く。まあ、今時速40キロやからさ、うん、これ多分あれだね、来るの成人式。何これ、こんばんは、来るです。あ、来るちゃんだ、来るちゃん、来るちゃんだ。ゆわちゃんにポンポン、あー、あの皆さん、あの私ゆわちゃんに手土産もらったんですよ。よかったら、あのお詫びに無料アイテム、あのゆわちゃんにお願いします。ゆわちゃんに無料アイテムお願いします。ゆわちゃんにもらっちゃったんだよ、天祖さんからさ。アイマスク、ホットアイマスク、すごいいいやつもらっちゃって、今微力ながらね、無料アイテムをちょっとよろしくお願いします。顔が違うっていうか、まあ、この時ちょっとぷっくりしてるだけじゃん。くるちゃん。なんか今日まゆさんなんかすごい、なんかさ、うん、すごい幸せそうな顔してるわ。そうなの？おう。さっき不安そうって言ってたじゃん。おう。不安から幸せに変わったわ。あ、本当。おう。見てごらんこの景色を。見てごらん。時を忘れない、これからも、これからも、これからも、失礼しました。なんか家臣くんってさ、一瞬渚ひかるに見えない？
それさ、言い過ぎね、それね。渚井から失礼さ。まあ、失礼なんだけど、うん、なんかね、見えるんだよね。たまに。それ、それは、それ失礼。あ、そう、ゆわちゃん、そう、さくらんぼのやつ。なんか多分ね、こういう、こういうなんか、サムネにしてない？きっと。こうかな。多分、あ、こうかな。もうあ、今あ、そっかそっかそっか、今12時1分になっちゃって、うん、あ、そっかそっかそっか、うん、あ、そう、そっかそっかそっか、イベントが、あ、シンデレラやってたんだ、シンデレラ、すいません、シンデレラやってたって、枠切り替えて、あ、ね、もうちょっと早く言ってくれないと、ギリギリすぎ、59分とかのテンションじゃなかったの、うん、YWP のチケット600枚からだけどどうしたらいい？ YGP のチケット600枚からだけど、これは何だろう、何だろうね、え、なんかさ、 あるよね、それ、なんか今月ですか、いや、なん、それさ、うん、私そのイベントっつうか、はい、よく分かってないんだよね、うん、一票徒歩よ、ありが、あ、これが今から始まったってことかな、今始まった、これさ、何なんだろう、このイベント、うん、ありがとう、みっちゃん、さっちゃん、ちっちゃん、あ、みんな、あの、投票お願いします、そうだ、これなんか、え、これを600円前持ってる人がいるの、お、これはね、1枚ずつしか送れないのかな、あ、20個来た。あー、えっちゃん、20個ありがとう。これどうやってゲットしてんの、みんな。え、買ってるんじゃないですか、これ。さっちゃん。違うの？わかんない、これ。うん。あ、ほら、だって買ったの。あれ？押せないじゃん。一票ありがとう。あ、なっちゃんありがとう。あの、僕ほら、課金したことないから。これどうやってゲットしてんの、みんな。あー、そういうことか。アイテムを買うとくっついてくる。ねえ、458さん分かった、誰か600枚欲しい、あー、100個、 M くん、ナイス、 M くん、100個、やったぜ、ゲッチュだぜ、配信ランキング、そうで、確かこれなんか賞金がお金だった気がする、あ、ウェブ限定なんだ、1000円で1枚、じゃあこれ100枚ってさ10万ってこと、あれ待って、この WGP ね、うん、どっから撮ったか分かったわ、 IWGP でしょ、うん、池袋ウエストゲートパーク、いや、プロレスの IWGP だよ、で、これレインメーカーだよ、これ、ん、レインメーカー、岡田和彦から撮ってる、いや、1000円で1枚じゃないと思うよ、あ、泉ちゃんありがとう、1000円で1枚は多分嘘だと思う、そんなこと言ったら600枚持ってる人、うん、600万課金したってなるよ、それはないと思う、やっぱ、え、ガチ、うん、170個、あ、みっちゃん、え、じゃあみっちゃん、これ170万を換金したってこと、そんなことある、170個ナイス、すごっ、マジかよ、投票券私にください、え、マジやばいっすね、やばくない、やばい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 、うん、当たりが出て1位10万、マジ何パーセントの確率で、私今21位、これが何日まであるんだろう、4月の21から30日、あー、じゃあ今月も、じゃあ結構あれっすね、じゃあみんな投票券私にお願いします、当たれ8個、えっちゃんナイス、えっちゃんで、えっちゃんだって28枚くれたから、28枚は、あ、みっちゃん50個、 M くん100個、まゆちゃんおはよう149個、あー、ちょちゃんもすごくない、あれだわ、だから M くん600枚持ってるんだ、ちょっ、ちょっちゃんおはようございます、すいませんね、なんか邪魔ね、しゃしゃってますかね、すいませんね、うん、
の、すごいね、全力で、はい、やらせていただいてます。ありがとうございます。すごい、お金持ち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 。ああ、うん、いや、多分これまとめ投げの方が嬉しいです。1000円で1枚だから嘘じゃない。あ、でも分かった、1000円で1枚だけどファンタ分買うとおまけでちょっと多いとか、そういうパターンかもしれない。うん、そういうパターンかも。あ、1000円で17枚。ね、あ、100枚 M くん、ナイス M くん。いや、ガソリン代とかちゃんと出してるって。もちろんそう、ほんとに出してもらってるし、ご馳走になってるし、え、ぶっちゃけ多分まゆさんマジ赤字だと思うよ、マジ。うん、うん、マジマジ、これ結構このガチ3週間これね。そうね、僕ほとんど出してない、マジで。だからね、カシンくん困るんだよ、はい、毎日ストーカーされると、うん、まあそうなんだよ、ね、そう、私ね、うん、赤字なんだよ。そうそう、逆にマジで出してもらってる。1位100万ポイントと書いてある。わー、1位なりたいな。ナイスみたいなもんだこれ。ナイス。2位が30万。50万ぐらいでいいじゃんね、1位との差が。1位100万ポイントプラス当たったら10万円、プチュンみたいなやつだ。プチュン、プチュン、私プチュンも当たったことないからな。え、何位までさ賞金もらえんだろうこれ。うん、ちょっと見てみる。枠が終わった後に当たったかどうかってか、気づくパターンなのかな。8位から10位1万円、6位から7位3万円、5位5万、4位10万、3位20万、2位30万、1位100万。やば、うん、It's dream やん。まあそんな幸がない世の中ですよ。抽選も、うん、よかったらみんな投票券よろしくね。ナイスボタンがないこの私に。で、ウェブで買うといいらしい。ウェブで買ったらもらえるんだね。ありがとうございます、たくさん抽選券。700枚ゲットした。100枚 M くん、ナイス M くん。100枚ナイス、100枚ナイス、ありがとうございます。現在8位、ちょっとランキング見るか、ね、ってかさ、こんなにもらっ、あ、すご、待って、せいじさんやばいんだけど、1万3000個もらってる、10分で。何この人。私800枚もらって、すごくない？すごいね、えぐ、えぐくない？10分で1万3000個。すごい、さすがですね。999飛びまくり、やばで、プチューンないの、まだプチューン。いや、まあ、せいさんが1位だろうなとは思ってたけど、すごいっすね。すごいわ、せいさんすごいよな。
なんだろうこれって思ってたんだよ。あ、もう11位になっちゃったし。いや、ちょっとハイレベルすぎますね。そうだね。あの、別にあの、まゆさんのリスナーさんがとかじゃなくて、ちょっとすごいですね、上の方がね。ね。いやいやいや、でも、1年間長いんで。いや、これあと10日間で、これ。10日間ね。いや、だけど1年間長いんで。うん。うん。あと3ヶ月でプラ1年ですよね。そうだね。ですよね。7月で。7月、7、6、5。いや、目標だったんだよ。1年間、プラプラをキープするっていうのは、うん、私のね、目標、今年の目標、そうですね。でもあるね。7月。うん、1年。なんだかんだもうあと3ヶ月。あっという間だな。やっぱもう僕一番嫌なのが、うん、なんか家臣と出会ってなんかそれでなんかダメだったねって、まあ、ならないと思うんですけど、それ一番、これちょっと枠取り直していいですか？はい、これ多分着いた瞬間に枠切れそうだから、お店、うんうんうん、お店じゃねえや、うん、ちょっと枠取り直すんで、みんな戻ってきて、みんな枠取り直します、うん、すぐ付け直します。